中央大学をなめるな。ああ、中央大学をなめるなよ。中央大学なめんじゃねえ、なめんじゃねえよ。ということで、まあ今回する話は、まあ兵学、まあ中央大学の、まあお話をしようかなっていうふうに考えております。まあ今日はですね、ちょっと動画のね、見栄えがね、こういつもの受験話とね変わらないので、今回はこうクソデカ中央寺を持ってねお話しするので、まあ最後までね、聞いてくださると幸いですね。ということで話していこうかなっていうふうに思うんですけども、まず中央大学ってなんか何かと舐められやすい大学じゃないですか。まあ、まあ、なんだかんだ言って YouTuber 養成学校とか、まあ、あとは、なんか山の上にある大学だとか、まあ何かとマーチの中ではいじられやすい部類にいると思うんですよ。と同時に、いやーなんか明治大学とか青山学院大学は難しいし、立教大学も難しいけども、中央大学は簡単なんじゃないかと。尊敬落ちが行く場所みたいな感じで、簡単だと、ね、おっしゃるバカがいるみたいなんですけども、中央大学を舐めるなよ！ってことで、今回は、私が集めてきたデータをもとに、中央大学がどうして難しいのか。でなぜ、中央大学は、舐められるのか。という話についてやっていこうかなっていうふうに思うので。よろしくお願いしますでちゅー。まあ、まず、見てほしいのが、現役合格率なんですよね。まあ、この現役合格率っていうのは、まあ、一種の基準になります。で例えば、まあ、医学部であれば、まあ、現役合格率は低めになるし、浪人する人っていうのは、どんどん少子化の影響と、受験にそんなにお金をかけれなくなったっていうのと、まあ、様々な事情があって、まあ、浪人率って減ってるんですよ。大体の浪人率が、まあ、大体 15% ぐらい。うん。浪人率っていうのは 15% なんですけども、中央大学に浪人で入る率って、実は 25% もあるんです。まあ、すなわち、現役で生きる人っていうのは、中央大学です。の一般受験では約7割しかいないんですよね。だからこうクラスのオリエンテーションの中で10人に1人くらいは、浪人生とかそういうのがいたりするもんなんですよ。僕も同じ1年で同学年だって思ってた人が実は1個上だとか2個上だとか浪人してたみたいなことは普通にあり得ることです。あり得ることでちゅう。浪人して入ってきてる割合の人がね、こう、普通の浪人率だったら 15% なわけじゃん。それよりも 10% も高いんだから、中央大学に入るのっていうのは難しいし、浪人生からも人気があるんだね。だから一筋縄じゃいかないんだよっていうことは強調しておきたいです。偏差値も、まあ最近の中央大学って、私が通う経済学部であったりとか文学部であったりとかは、まあ比較的、まあ偏差値が低い。低いんだ。低いし、ね、55まで下がっちゃってるんですね。55まで下がってるんだけども、偏差値55いえども、上位3割なんです。ね？少なくとも真面目にやらなければ、こう、まあ、3割っていうのはいけないと思うので、かなり難しいと言えると思います。中央大学の、まあ、過去問解いたことある人はいるんだと思うんですけども、そんなにね、難しくないんです。まあ、これは、受験やってる人だったらわかるんじゃないかな。国語の問題も、あれ意外とオーソドソックスで、ニットをコマセンクラスなの。ね。マーチも、ね、の中じゃ結構簡単な問題しか出てこないんですよ。マーチ。で、簡単だって言ってる人もいると思う。ところがそうではないんです。ね、中央大学の問題っていうのは、かなりオートソックスな問題が出るんです。で、オートソックスなだけに、少しのミスが痛手になってしまうんですよね。みんな解けるんですよ。
こうオートソックスな問題、中央大学クラスね、中央大学クラスのね人はみんな解けてしまうんです。こうオートソックスな問題っていうか普通の問題、まあ、いわゆるセンターレベルの問題はみんな解けてしまうんです。そこそこできたはずなのに中央大学には受からなかったみたいなことも発生しがちなんです。まあ例えばそうですね、私、まあ、実は中央大学は3回受けてます。1つはセンター、2つ目は一般受験で文学部と経済学部を受けましたね。でそれで文学部の試験ではもう世界史でケアレスミスを連発しまくって、あれなんですよ、分かってても単語が間違えてるんです。確かこう覚えてる範囲だと ギリシャの偉人をなんか濁点を除いてたりとか、あと漢字が違うみたいなしょうもないミスを連発して、確か中央大学の文学部、これ確かね A 判定くらいもらってたんですけども、落ちました、落ちてしまいましたね。巻き返しを狙って受けた、まあ、中央大学経済学部、まあ俺経営学やりたかったから、まあ経済学部の方が入試本気だったんだけども、まあその時はほぼほぼ完璧だったし、まあ何よりも自分でもこう勝負を分けたのはここだなっていうのが記述だったんです。そうです、記述ですよ。中央大学ってまあオートソックスな問題が出る分記述で分けられます。だから記述ができるか否かでこう中央大学に受かるか受からないかっていう差が大きく出るんですよね。大きく出ます。経済学部のやつはむちゃくちゃバカにできたんですよ。まあ、古典も全部書けたし、現代文も書けました。まあ、なんでこう、まあ、他のマーチの学部は、まあ、中央大学、経済学部以外引っかからなかったんですけども、まあ、たまたままあ、僕、国公立向けの勉強もしてたので、まあ、国公立向けの勉強してた理由っていうのは、まあ、後で語るんですけども、なんだかんだ言って、こう、記述割とできる方だったんです。普通の私立単眼の人だとマークしかやってないんで、だから割とこコロッとコロッと落ちちゃったりするんですよ。まあなんで僕は技術をちゃんと分析してね、こうどういう問題が出るかっていうのをちゃんと中央大学 の赤本で解いてやってたから、だからなんとか引っかかることができた。まあつまり中央大学に受かりたければね、基礎的なことをね、基礎的なことを全部固めた上でプラスアルファね、国公立志望者がやるような資質ができねえとお前らの合格はねえんだわ、わかるかね。だからね、中央大学ね、一般で受かりたいと思ってなめちゃいけません。でさらに言えば中央大学の指定校推薦、これね意外に頭いいやつ多いです。本当です。これは経済学部だったけども、意外とこう中央大学の指定校推薦ってみんな頭いいです。なぜならば商業高校からちゃんと簿記ができるやつがやってきて、でそこでちゃんと簿記勉強して会計士になるやつ結構多いんですよ。だから商業高校から逆転して中央大学に入ってくるってケースが多いんですよ。だからまあ何かと否定されがちな指定校推薦だけども、意外と中央大学に限っては割とまあ経済学部しか私見てませんけども、少なくとも経済学部と商学部に関してはみんな商業高校で簿記できる有能なやつがたくさん集まってるんで、だからこうなんだよ、中央大学の指定校かって思ってもね、舐めちゃいけません。中央大学に入るのはむちゃくちゃむずいんで中ということでね、このね私小屋のね、後輩になること大歓迎でございます。まあ私はまあ今年で卒業しちゃうんですけどね、まあせめての、最後の何でしょう、現役中央大学生からのアドバイスとして、
まあね、これからね、私の後輩になるであろう人々に宣伝する。まあ、そういった話でした。でもね、まあ、所詮は俺にも受かるし、中央だからな。な、中央寺。うん。まあ、耳絞ってるんでね。ちょっと耳が痛いっていう感じなんですけども。まあ、所詮中央だから、なんとかなります。ということで、ね、この俺でも受かるから。こんな、ポンコツなね、こう、俺の動画見りゃわかるじゃないですか。ポンコツじゃないですか。このポンコツでも受かるんですから、なんとかなりますよ、中央大学なら。ってことで、ありがとうございました。さよならー。